吉村です。僕の発表はですね、まだあのデータ公開も何も全然できてないんですけども、というわけで、すごい発表の後に一番なんかシリスモンみたいな未来に向けてなんか取って送ってまいりました。局所アンサンブル変換カルマンフィルターを用いたロイ対比データどうかに向けた理想化実験で、三好さんとサンデーゴのスクリプスに行って住みた三好さんとの共同研究なんですけど、要するに再解析データ、釜堀さんが発表されたような再解析データに水の同位体っていう、まあ、特殊な情報を入れたっていうようなことまで だんだんできるようになってきていますので、それに関しての報告です。で、水の同位体とはっていうところから入りたいと思うんですけども、水っていうのは、まあ、皆さんご存知の通り H216O、 これが普通なんですけども、中には18O というとか、ビューテリウムという、まあ、太ったやつらがいまして、すごい、存在が少ない。で、こいつらのことを重い水って呼んだりするんですけども、存在は少ないんですけれども、科学的にはちょっと違っていて、普通の H216O に比べて、凝結しやすい、逆に蒸発しにくいという特徴がある。で、水の、循環を見たときには、液体の水が、まあ、水蒸気になって凝結するのが水循環ってやつですので、まあ総変化は必ずいろんなところで起きているということで、それを、まあ、例えば、香水を見ますと、香水というものは、水蒸気、大気中で水蒸気がどれぐらい、凝結や蒸発を繰り返してきたのかというものを、情報を積分的に持つ情報として、まあ、結構、重宝されているような、物理量です。で、これが、まあ、これまで、地球の水循環の研究にはや、呼気孔の研究に、頻繁に利用されていまして、まあ、どちらかというとこっちの方が強いんですけれども、まあ、地球水循環研究ではその同位体そのもののトレーサーとして、どういうふうに巡っているのかっていうものを、まあ、先ほど言った、凝結蒸発の指標なんかなどとして使うと。で、呼気孔研究はさらにパワフルで、こいつが、まあ、気孔と、プロキシになるということが経験的に分かっていますので、それを使うということで呼気孔が再現できるわけです。ただし地球水循環研究にも、仮説検証には役に立つ。だけれども、その水の同位体を測ることによって本当に何がお前分かったんだって言われるとなかなか答えづらい、もんなんです。で、呼気孔研究についても過去や将来の気候において今の経験することが本当に成り立つの、表記、直前の表記にも今の、同位体温度計が本当に役に立つのかというと実はそんなに、役立つ保証はないのです、まあ、というわけで問題点を抱えているということで、これを、まあ、含めて、解決するためにはと思いまして、データ同化をやってしまうがいいんじゃないかなと思いました。で、データ同化というのは皆さんご存知の通り観測データがありまして、まあ、モデル、まあ、そこそこ合っているものと合っているものを、まあ、つなぎ合わす類なものなわけです。で、それをつなぎ合わすことによって、まあ、他の情報を、まあ、同位体情報からその同位体データを入れることによって地球水循環本当に何が分かったのかということが、まあ、データ同化によってその、する前にした後と、見ることによって何が分かったのかということが、定量化できる。で、もう一つは、同位体情報がから直接の観測データ、まあ、気温や風速、皆さん今はもちろんたくさんありますけれども、19世紀に行くともう途端となくなるわけです。そういった情報がないときの気候場を客観的に解析することは本当に可能なのかということが、同位体はデータがあるからですけれども、そういうことが、できるようになるかもしれない。ということで、まあ、モデルっていうのは、私が作ってます、GCM、先ほどクレスが出てきましたけれども、全球版の GCM ですね。それに、水の同位体を打ち込んだものです。で、データの方は最近になって、技術革新がありまして、分光計を使って水蒸気の同位体比というものが結構な精度で見れるようになってきました。今までは水を直接取ってきて質量分析計にかけて、ようやく、まあ、見れたんですけれども、最近ではこういう、まあ、人工衛星からぶわっと、全球データみたいなものがそれなりに手に入るようになってきています。これはスキヤマキっていうエンビサットに乗った、
センサーからのデータですけれども、これが、観測、これが、まあ、僕のテーマになります。で、他にもありまして、これはテスっていうセンサー、オーラについているセンサーですけれども、こういうものもあると。で、これは先ほどのスキャマキーと違うところは、あの水蒸気そのもののエミッションを見ていると。先ほどのスキャマキーは反射、太陽光の反射を見ているんですけど、これは吸収、水蒸気からの放出を見ているということです。まあ、そういうような違いで、これは対流圏の情報を持っていて、ゴーサット、あ、スキャマキーの方は、まあ、キャプサーフェスに近いような情報を持っているというような違いがあります。ちなみにゴーサットでも、見ていることは、研究としては出てきています。で、こういうデータを使って、モデルの方があって、それをどうデータ同化するかというところなんですけれども、まあ、いろんなデータ同化には種類があるんですけども、私は局所間アンサンブル変換カルマンフィルターという、三好さんが主に研究していて、茂木さんとかも使っていらっしゃる、やり方を使いました。で、これは、利点としては、モデル上のマキモアジョイントという、余計な操作がいるので、モデルがあれば、まあ、勝手にモデルにやらせてもらえます。モデルもデータ同化も、まあ、ブラックボックスとして使うことができるというのが、まあ、一番僕みたいな、生意気者にはいい。で、まあ、簡単なやり方としてはアンサンブルがあって、モデルが、まあ、こうちょっと誤差を膨らませた形で予報すると。で、オブザベーションが入るとその誤差がこうキュッとしまって、またこれを初期値として使って次のダンプステップを予報するというようなものです。この再解析データ、このカルマンフィルターを使った再解析というものも最近は出てきています。で、一番大事なことはこの同化、データ同化が同位体を入れるんですけれども、同位体以外のマトリックス、つまり気温だとか風速だとか気圧だとかっていうようなものに全体に影響が及びます。まあ、同位体の情報に整合をつけるために他のデータも全部修正してしまうというのが、まあ、パワフルな点の一つになります。で、今回行ったのは理想化実験です。理想化実験というのはモデルをまあ完全に正しいと思い込んで、一つのモデルの結果を真実としてそれに合うようにまあデータ同化を進めていくということです。で、モデルとデータ同化手法はこの通りで、4つの実験、一つはコントロールとしまして、風速、気温、気圧などが、まあ、今の現状と同じように分かっている状況で、私がやりたいのは同位体データ同化で、過去の気候のことも考えてますので、観測データが全くない状態というものを一番エラーの大きいものとして取っています。で、オールデルタというのは、他にコントロールに加えて同位体情報も加えたもので、デルタオンリーというのは他の観測全くなくて同位体だけが手に入ったというような実験です。で、まあ、アンサンブル数はこのようで、まあ、ゾンデ観測が行われている、ゾンデ観測に同位体、水蒸気の同位体が、乗っているようなことを想定しています。それは全く、今現時点では現実的ではない、ような観測データになっています。で、結果に入ります。これが、北米の割と観測データがリッチにあると思い込んだ、これでの、1点での1ヶ月の時系列の結果で、ある点でのある高度のデータです。これは デルタ18O といって同位体データを入れた時の結果です。で、黒線が真値、1つの、モデルの結果、緑線がアンサンブル平均といいまして、まあ、解析データになります。で、グレーの線が1つそれぞれのメンバー。で、それを見ますと、当然観測がないとしたら、まあ、それぞれのメンバー勝手に発散していきますので、こうやって、解析されない、緑と黒が空いてしまっていますけれども、デルタオンリーという、まあ、同位体、水蒸気の同位体があると観測されているとして、こういうふうに、ある程度の誤差を持って、データをわざと作ってるんですけども、そういうデータがあるとして投入していくと、緑と黒が結構合っているということが分かると思います。これはまあ言ってみれば当たり前で、同位体データを観測データとして入れれば、同位体が解析されました。まあ、要はデータのガスキームが割と正しく動いているということを示しているという意味です。データリッチなところで言うと。けれども面白いのは、こう同位体データを入れたんですけれども、それが気温や、気象場大気場の方にも影響を与えるということです。これは観測データは何も与えない場合で、
気温です。気温データは身長はこうなっているんですけども、解析データはこうダメになるというのが、同位体データだけを与えることによって意外にも、気温まで、なかなかということが、まあ確認されました。こういうのは、風速でも同様に、まあ、同位体データを入れなければこういう感じなんですけども、同位体データを入れるとある程度当てる、もちろんダメなところもあるんですけども、同位体だけでは治らないところもあるんですけども、それなりに当てるというのが、まあ、今回の、いいところです。でこれを全球で見ますと、バイアス上はバイアスで下がルートミンスクエアディファレンスなんですけども、バイアスの方はそんなに変わりません。なぜならモデルにもそもそもバイアスがないという前提でやってますので、そんなに大きく変わらないんですけども、ルートミンスクエアディファレンス、これは気温についてのルートミンスクエアディファレンスですけども、同化前は結構いろんなところで大きなバイアスがエラーがあったんですけども、同位体データを投入することによって割と下がっている。で下がり方はもちろん北半球でデータをたくさん入れてますので、北半球では大きく改善する、南半球ではあまりデータが少ないですので、あまり減少はしなかったということで、でこれを全部まとめまして、全球平均のルートミンスクエアディファレンスを見ていきますと、コントロール、先ほど言ったのはコントロール、オールデータ、ノーオブザーベーション、観測がないのと同位体だけを入れたケースで、横軸には、U、風速と気温、水蒸気量、サーフェスプレッシャーで同位体みたいなことが書いてあります。で、下がっていくほど、精度が向上したということなんですけども、まあ、言いますと、コントロールっていうのは、まあ、もうすでに大気場の情報が結構あるという設定ですので、もうそもそも性能は結構いいです。ただし同位体を入れても悪さはしない、少なくとも全ての変数でちょっとずつ良くなっているというのが、まあ、今回、強調したいことの一つです、同位体観測がありますので、どんどんそれを入れても悪くはならないかもしれない。で観測データが全くない場合には、それなりに同位体だけを入れることはパワフルな結果を、それなりに、ルートミンスクエアディファレンスが下がってくれるということとお話していきたいことです。で、目標、まあ、このデータ展覧会で、まあ、全然来年とかの目標じゃないんですけども、僕は生きている間にできるかどうかこういうせっかくあるプロキシーデータをどん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 モデルに投入して飛行を再解析するというようなことにつなげていければなと思っています。もちろんプロキシデータというのは解像度も低いですし、そもそも何を表しているのかわからないというのもよくあるんですけれども、そういうデータ、そういう、観測した状態のまんま入れていくということが今後、重要になってくると思います。で、まあ、データは結構それなりにありますよという図なんですけども、これでおしまいにします。このポイントまとめます。ありがとうございました。すごい未来のデータセットだと思うんですけど、同位体を入れて U とか T が変わるっていう理屈として、その相関をつけてるってことですよね。それも分散で、すいません、説明はしてなかったんですけども、どうやってつくんですか。はい、元々同位体っていうものは簡単に言うと、南北勾配があります。で南北勾配があるので、南風の時は、同位体が、まあ、上がると、で北風が吹くと同位体が下がるみたいな、まあ、そういう傾向がありますの でそれがよ、まあ、かなり相関が取れているので、今回同位体データみたいなものを入れると、まあ、要はそれに辻褄が合うように、ウィンドも気温も変えられていく。じゃあ元々はじゃあその空間相関みたいなところから、ボリュームの中ではマトリックスを作り出すということをやるんです。まさに、アンサンブルカルマンフィルがただ見ているのはただの変数同士の共分散なので、はいはい、相関があるものは勝手に、良くなるか悪くなるか別として勝手に変わっていっちゃうので、それが、まあ、今回のケースでは、まあ、うまくスタートに作用して、でそういう意味では、他のプロキシに関しても相関があるというのが分かっているので、直す可能性はある。その直し方を、
今みたいな経験的なやり方じゃなくて客観的な方法で、まあ、データどうかみたいなやり方だともっとうまくいくんじゃないかなというようなこと。すごい。他に動体の分別過程のところっていうのは、はい、ある程度過程みたいなのが入っている可能性あるかと思うんですが、そういったものは例えばデータ動物というときは一定シニアで関わるとか、そういったことは、あ、それはあると思います。データ分別過程っていうのは先ほど要は凝結するときにどれぐらい同位体が濃縮するかということなんですけども、それはある程度実験室で出てきた値を使ってるんですけども、そこにもアンサータンではありますので、データ都動化することによってそうやってパラメータを良くするっていう風な使い方もできると思います。今回は古い資料で気候を再現するっていう夢が話だと思うんですけど、資料の時間分解の時って何もなんですか。いや全然物によると思うんですよ。その通りで全くコーラルとかトリーリングでようやくマンスリーとかが出てくる。あ、やっぱマンスリーあるんですね。あります。でスペリオセムっていうのは石順ですけども、こいつだともう10年単位とかぐらい、でアイスキャップアイスシートだとご存知の通り、まあ、シーズンに出るような資料もあります。ただし6時間とかで全部、いやまあ6時間は増えても何かしらその月平均のものに関して自分のそうです。ただしもちろんテクニカルにはまだまだやることがあって、今のデータ動画っていうのはスナップショットを仮定している、だからこういうデータからスナップショットを要は時間平均のデータをどうやってデータ同化していくかっていうのが、まあ、データ同化業界の中でもカッティングエッジな研究だとは思います。降水どうデータ同化とかでもどうやって平均値を使うかっていうのはありますので、だからロングタームの夢なんだ。そうですよ、うん、そうですよ。確かに。じゃあ衛星データからデータ同化、同位体のようなものが出せるという話がありましたけども、はい、実際に観測データと比較して、まあ、なんかどれぐらいの精度で出せるのかなという興味があったんですけど、今まだ、水素で水素同位体機でプラスマイナス 20% とか言ってるんですけども、それは、簡単に言うと実験室で測る同位体比の精度がプラスマイナス 1% とかで分かりますので、それに比べたら 20-30 倍、まあ、場合によっては100倍ぐらいの精度でしかないんですけども、実はデータ同化するときに観測データのデータを下げることは必ずしも良くないんですよ。っていうのはモデルのアンサータンティーと同じぐらいのデータが同じぐらいよく分からないデータがあった方がデータ同化としてはうまくいくないと、そういう、まあ、ところも、まあ、でも、あと衛星データとしてはまだまだです。はい、ありがとうございます。じゃあ、なんか本当に小出さん締めますか。あ、こちらね、あ、ポスター、うん、じゃあ、次の僕らから